こんにちは、ボネです。今回は2022でかなり遅いようになったディサロ・アキラ、シルバーの選手、メイン賞をつけたいと思います。ディサロ入れたらもう点取ってくるっていうね、信頼がある選手なんでね、必ずベンチに置いてましたね。数値は決定力とキック力が88と、黒玉でもおかしくないってことで、どこからでも狙いますね。それではディサロ使ってオンチをやっていきましょう。はい、それではディサロ・アキラ選手ね、メイン賞やっていきましょう。早速ピンチですね。危ない。ほんとね、これディサロ・アキラ・シルバーの選手本当に決定力キック力の鬼なんでね、この選手は打ったらとにかく入るんで、こういう感じ、こういうチャンスがあればさあ決めてくるんですね。まあね、まあ、22ではね、まだ能力分かってないんですけどね、まだ搭載は確定したんですけど、 J リーグは、そこはね良かったんですけどね、アプリでの搭載はね、確定したんですけどね。まあ、能力が、まだ判明してないんでね。アプリ版の配信が始まってから、多分、アキラの能力が判明するんですけど、まあ、大体、大幅に下がってるんでね。まあ、そういう環境なんですけど。まあ、ディサロはね、まあ、決定力とキック力、その2点がね、高いっていう、まあ、特徴は多分、22でもあると思うんでね。22でも使っていきたいなとは思いますね。で、プルーブ。オフサイない。さて、ここで、アキラ。キックに出てみる？お、いいぞ。打てる。おお、こういうとこチャンスにする。いいね。ああいう体勢悪いとこ、ちゃんと枠入れてくるんですよね。で、セカンドとか狙えるんでね。結構チャンスが生まれる。さあ、フィジカルがあるんですかね、ゼロ。で、ワン、ツー。ああ、伸びる。スピードないんで、まあ、そこは。清水にはね、藤本って選手があるんでね、元大分の。で、まあ、アキラの出場機会あんまないかなと思うんですけど、まあ、後半途中出場とかでね、まあ、活躍してるんですかね。まあ、決定力ね、藤本。確か90とか89くらいあるんでね、まあ、能力で見てもね、まあ、ちょっと能力で見ても劣ってるっていうとこあるかもしれないね。まあ、機会が得られてないのかなっていうところで。まあ、というか、清水って、なかなかいい選手が多いかなってね。まあ、個人的に印象。あれとか、誰だっけ？松岡とか？誰だっけな。松岡選手、指宿選手とか、まあ、他も、権田選手とかも。いいキーパーですし、もう結構揃ってるんですけどね、さあ、この選手。うまっ、いきます。まあ、たまたまなんかもしれないけど。で、アキラに当てる。取れるよ、アキラ。よし、ここでもう打ってしまうってね。いい、何してんの？ポキッチ。もう一試合できます。はい、2試合ですね。2試合もアキラの強みをね、存分に発揮していきたいなと思ってます。さあ、してから、なんか重すぎでしょ、なんでこんなパス遅い。たまにあるんですよね、なんか入力しても反応せんってやつ。ちょっとやめてほしいな。22からなってほしいけど、どうなんでしょう。22からね、クロスプラットフォームがあるんでね。22の方が重くなるかな。どうだろうな。今でもこんなもんやさ、クロスプラットフォームして大丈夫なのかな。プレイステとしてさ、さらに重くなったりとかしたら、どうだろう。やめてほしいけどな、それは。こんだけでいる。取れるよ、リバース。重すぎ。で、アキラが待っている。アキラ重いんだって。なんで、もうああもうよかったよかった。なんそれ、どういうことっすかこれ。なんすかこれ、本当に重すぎて動画ならん。本当に動画するんだろうけど、待っておきましょう。一目かして、それはうまいな。そういえば2022年、プレステ版、
もうちょっとやってみたんですけどね、本当22と、なんか21とね、全く違うんですよね、仕様が。なんかもう、守備がもうかなり難しくなったなって印象ですね。21でさ、プレス指示ができるじゃないですか。一人目生かして、で、もう一人操作できるみたいな、あったんですけど、22でね、できないみたいんですよね。なんか操作方法分かってないからかもしれないんですけど、なんかできないんでね。まあ、ドリブルもね、まあ結構慣れかもしれないんですけどね。結構難しいって感じたんで。まあ、アプリ版はどうなるか分かんないんですけど、まあ、22と全く別のゲーム。まあ、かなり難しいゲームかなって思いますね。まあ、2社目はね、アキル使えなかったんですけど、1社目でね、活躍したんで、まあ、大体分かっていただけたかなと思います。以上で終わります。また会いましょう。バイバイ。